国連防災機関は1999年に設立された国際連合事務局の組織。本部はジュネーブ。2019年5月1日から機関の名称が国連国際防災戦略事務局から国連防災機関に変更された。国連総会は1990年代を自然災害軽減のための国際的な10年と定め、国際防災戦略は これを継承する国際戦略とされてきた。2005年から2015年までは2005年に国連防災世界会議で採択された兵庫行動枠組2005-2015が同戦略の基本文書とされ2015年以降は仙台防災枠組2015-2030を国際的な防災枠組の基本文書として推進を担当する機関として役割を果たしている。 国際防災の10年事務局の後継組織として2000年の国連総会決議54-219により設置。当初は国連機関を中心とする防災タスクフォースの事務局という位置づけであったが、その後2005年の第2回国連防災世界会議において、兵語行動枠組みが採択されるとともに、その推進体制強化のため、 防災タスクフォースを開祖して2007年に防災グローバルプラットフォームが設置されたことを踏まえ現在は同プラットフォームを中核とした様々な国際防災戦略の推進メカニズム全体の事務局という役割を担う2015年3月には第3回国連防災世界会議が仙台市で開催され仙台防災枠組み2015-2030が 成果文書として採択され、4つの優先行動と7つのターゲットが合意された。国連 ISDR の任務は2001年の国連総会決議56-195によって国連システム内における防災調整の窓口及び国連システム地域機関の防災活動と社会経済人道分野における諸活動との連携の確保と定められている。また、 兵庫行動枠組み採択後の事務次長報告 A60-180 では、兵庫行動枠組みの推進、防災意識の醸成と情報共有、防災グローバルプラットフォームの支援、国連システム内における防災政策の窓口、国連防災基金の管理の五点を、国連 ISDR の役割として挙げている。国連総会での1八十九年十二月十二日の 決議44-236の採択により、1990年1月1日より自然災害軽減のための国際的な10年が国連によって開始された。この10年間は、特に地震、津波、洪水、地滑り、火山噴火、干ばつ、稲子の侵入、及びその他の自然起源の災害などの自然災害によって生命、 財産の破壊及び社会的及び経済的な混乱を減少させることを基本的な目的として開発途上国における国際的な協調活動を通して自然災害による人命の損失、財産の被害、社会的及び経済的な混乱を減らすことを目的とした。この戦略の活動を支援するため UNDRO と緊密に連携して ジュネーブの国連事務所に事務局を設置。4つの優先行動災害リスクの理解災害リスク管理のための災害リスクガバナンスの強化レジリエンスのための災害リスク軽減への投資効果的な対応のための災害準備の強化と回復復、旧、復興に向けたより良い復興7つのターゲット2030年を期限とする次のようなターゲット。 地球規模での災害死者数を実質的に減らす。2005年から2015年までと比べ、2020年から2030年には10万人、あたりの死者の減少を目指す。地球規模での災害による被害を受ける、人々の数を減らす。2005年から2015年までと比べて、2020年から2030年には10万人、あたりの被害者数の減少を目指す。 地球規模での GDP に関連し、災害を直接の原因とする経済的損失を減らす。保険や教育施設など重要なインフラへ、損害や基本的サービスの破壊をレジリエンスの開発を通じて実質的に減らす。国レベル及び地方自治体レベルにおいて、災害リスク軽減戦略を策定する国を実質的に増やす。 本枠組みの実施に向けた国レベルの活動を補完するために発展途上国への10分で持続可能な支援を通じた国際協力を実質的に強化する。人々による多様な災害への早期警戒システムと災害リスク情報及び評価の入手やアクセスを実質的に増やす。ありがとうございます。